どうもこんにちは。エオルゼアのメイン盾、ブロントだ。クリタワで、タンクよりも先に、ボスの盾を取る DPS。リアルでもソーロ。はい、というわけで今回は、新米冒険者必見企画、パート2だ。暗黒騎士やガンブレイカーは、火力が高いって聞くけど、なんでなの？同じタンクロールだし、コンボとかアビリティ技とかの、総合的耐力って変わらないでしょう。という疑問にお答えします。今回のテーマはこちら。数値で見るタンクジョブ比較火力編ということで、タンクジョブの実際のスキル回しで使うコンボ技やアビリティ技の威力を全て数値化して、攻撃アップアビやクリティカルダイレクトヒットなどの追加威力分も別々に算出して、みんなに分かりやすく説明していくぞ。どのタンクジョブが一番火力が高いのか、そしてそのわけがどうしてなのか、火を煮るより明らかにわかるぞ。それでは早速。このチャンネルでは、天正歴の頃からメイン盾一筋の私がタンクに関する攻略動画や検証動画などをアップしている。ウルティマトゥーレでひっそりと幕を閉じることにならないために、先にチャンネル登録をしておいてほしい。それでは、新米冒険者も納得、数値で見るタンクジョブ火力比較、まずはこちらの表を見てくれ。頭が痛くなってくるので、ここはじっくりと見なくていいぞ。こんな感じで、各ジョブ開幕から120秒後のバーストタイムを打ち切るまでの間で、使うスキルの威力を全て計算してみた。条件は同じにしたいので、MT として開幕にロブ系のアビを使ってスタートとしている。その他の条件や、この動画は新米冒険者にも納得してもらうための動画なので、知っておいて損はない。豆知識も含めながら説明していくぞ。そんなの常識だろうと思った、メンタールで2000回のマウントを持っている圧倒的上級者の皆さんは、少し動画を飛ばしてご覧ください。はい、こちら。2分バーストタイムまでのスキル回しというのは何かというと、アタッカージョブの中にはパーティー全体の火力を上げるアビリティを持っているジョブがあり、コンボ技などを使うと2秒くらいくるくる回っているリキャストが発生しているが、そのことを GCD という。そのコンボ技の GCD とは関係しないアビリティで、火力を上げるためのアビリティや高威力のアビリティがあると思う。いろいろとあるが、一つずつ紹介すると、ナイトのレクイエスカット、戦士ならプヒーバル、暗黒騎士のシャドーブリンガー、ガンブレイカーのブラスティックゾーンなどだ。こういったコンボ技の GCD のくるくるとリキャストを待っている間に差し込めるアビリティは、なるべく高威力になる状況で打とうという考え方で、そのアビリティのリキャストは120秒となっている。みんながいろいろと調べて覚えたスキル回しは、そのパーティー全体の火力を上げるアビリティを使うタイミングで、自分も高威力のアビリティを使えるよう考えられている。しかしナイトはコンボ技の GCD 外で高威力のアビリティはないため、その恩恵は受けにくい。その代わりに全てのアビリティが他のタンクに比べて威力が高い。経験したことがある人もいるかもしれないが、MTST ともに敵視アップ状態で開幕同時に攻撃しだすと、絶対にナイトは他のタンクにヘイトを取られる。それはナイト以外のタンクには一気に火力が出るアビリティが揃っているためだ。それでは次に行くぞ。コンボ技の GCD は一つたりとも食い込まないのと、火力アップバフは最大限伸ばせる理想のタイミングで使うことを条件に計算している。例えばナイトやガンブレイカーの場合、何秒間火力アップというアビリティがある。次のアビリティから火力アップさせようと思い使おうとした時、前のコンボ技が終わってすぐにアビリティを使うと、次のアビリティを使うまでに約 2.5 秒待たなくてはいけない。つまりせっかくの火力アップアビリティが2秒くらい使えないまま損をする。しかし使うのが遅すぎると、アビリティ使用後の硬直時間で約 2.5 秒 GCD のコンボ技の発動が若干遅れてしまうような経験はあると思う。平等に比較したいので、
そういうミスはない前提が条件となる。次にダメージ量ではなく威力での計算となっている。順位が変わるほどの差にはならないが、選手だけはダイレクトヒットを捨てて意思を上げるのが理想なので、同じ威力の攻撃をしても選手だけ若干ダメージが高くなる。その分には足りないが、クリティカルの倍率や確定クリダイアビー以外の攻撃でもダイレクトヒットを入れて計算している。最後に威力アップアビリティは加算ではなく乗算される。 20% 攻撃アップを2つ使ったら 40% ではなく 44% アップになる。パーティー全体の火力を上げるアビリティを使うタイミングで、自分の火力アップアビリティも使って高威力の攻撃をしようという理由はここにある。というわけで前提条件は以上となる。それではまずナイトから行くぞ。総威力は 42,169 だ。普通火力アップアビリティの FOF は25秒間物理威力 20% アップだから、通常部分の平均威力である473よりも高くないとおかしいが、320と圧倒的に低いのが特徴的だな。理由はロイエ弱体化と通常 GCD 以外の高威力アビリティがない、そしてホリスピコンボが強すぎるということだな。 FOF の物理威力限定なのが解除されることを祈るばかりだ。そしてちょっと覚えておいてほしい数値が操打数の78回だ。同じ時間内で何回攻撃アビリティを使ったかの回数だが、ボタンを押す回数が多いとその分忙しくなるし、先ほど説明した GCD 中に他のアビリティを使うタイミングやコンボ技の GCD への食い込みなども発生しやすくなるので、この数値が多いほど忙しいしミスも多くなり、最大限に火力を引き出すのが難しくなる。それでは次に戦士を見ていただこう。戦士の総威力は 42,323 だ。片手剣よりも斧の方が強かったな。そして操打数も75とナイトよりも少ない。3しか変わらないので差はないが、ナイトと同じ程度の使用感で理想火力が出しやすく、ナイトよりも火力は少し高いといった感じだな。特徴的なのはナイトの FOF 部分にあたる瞬間で一気に火力を出す部分の解放とウォークライの部分で総威力の半分近く出している。そりゃあお互いが敵視アップアビをつけた状態で開幕バーストタイミングで殴り合ったら、ナイトが戦士から盾を取れるはずがない。続いて暗黒騎士に行くぞ。暗黒騎士の総威力は 46,532 だ。高いな。木人ではブラナイが無意味なので漆黒の剣オンリーにしているとはいえ、そこは上級者はうまくブラナイを合わせて割り、ダークアーツから漆黒の剣を使うので大きな差はないと思う。数値で見るとナイトと暗黒騎士の火力差が一目瞭然だな。どれくらい違うかをざっくり言うと、今回の条件120秒バースト打ち切りまでなので約2分半程度でレクイエスからのホリスキコンボ丸々1回分くらい差がつくことになる。メインナイトとして自虐したいわけではないが悲しいぞ。しかし注目してほしいのが操打数である。戦士と比較しても20回を多い。コンボ技の GCD は約 2.5 秒とスキルスピードに全振りでもしていない限りタンク同士でほとんど差はないので、 2.5 秒で回り続ける GCD を打つ回数は同じだ。たった2分半その基本アビリティを打っている間に、その 2.5 秒のさらに合間を狙って20回も多くアビリティを打たなければならない。これが10分から12分の戦闘となれば90回くらい多く打たなければならないし、ただ打つだけではなく打つのが遅れて 2.5 秒 GCD の基本技に食い込んでしまってもいけない。つまり理想火力を出すのは戦士やナイトよりもはるかに難しいということだ。前回の動画で防御面の比較をして状況や敵の技によって考えなければと、暗黒騎士は初心者と上級者ではかなり腕の差が出ると説明したが、攻撃面でも同様だ。攻守ともに
暗黒騎士は人によってかなり腕の差が出るな。それでは最後にガンブレイカーに行くぞ。ガンブレイカーの総威力は 44,144 だ。これも高い数値だな。しかし操打数は暗黒騎士よりも多い。ナイトや戦士と比較すると10分から12分の戦闘で100回くらいはウォークアビリティを打たなければならないぞ。ガンブレイカーで特徴的なのは 2.5 秒時 CD の合間に使う高威力アビリティを持ちつつ20秒間 20% 火力アップのアビも持っていることだ。つまりタンクの中では最もパーティーバーストタイミングの恩恵を受けれるジョブとなる。もちろん暗黒騎士も恩恵を十分受けれるので多少の差にはなるが、パーティーバフまで考えれば総威力は暗黒騎士にかなり近づいた数値になるだろう。とはいえこの手数をミスなく理想値に近づけるのはかなりしんどいと思うぞ。タンクあるあるで言うと誘導タイミングでナイトならほぼ 2.5 秒 GCD メインなのでいつでも体感2秒くらいは誘導に使えるわけだが、ガンブレイカーはそうはいかない。だけど小刻みに誘導していたら変な位置で敵の技が来るかもしれないし、パーティーからももっとしっかり動かしてと思われる。だからガンブレイカーは ST にしてください。同じ手数の理由と漆黒の剣のダークパワーで暗黒騎士も ST にしてください。前回の動画でも言ったが、どのタンクが MT でも ST でも十分こなせる性能となっているので、タンク2名タンクロールとして火力でもパーティーに貢献しやすくなれるのは暗黒騎士、ガンブレイカー、ついで戦士は ST をやってスキル回しに集中した方が良い。ナイトはメイン立てしかしたくないんだよ。はい、それでは余談はここまでで、タンクを総威力順にまとめたものがこちらです。これは本当に基本 GCD 外のアビリティや威力を考えた上で設定したのだろうか、それともクレメンシーやベール、パッセやカバウなどがこの威力差分コンテンツ内で活躍しているとでも考えているのだろうか。まあその辺は置いておいて、手数が多くなってタイミングも難しくなるジョブはミスがなければ理想火力は高くなっているので順当とも言えるな。今回も前回と同じことを言うかもしれないが、この表見たらわかるだろう、だからナイトは来るなとか、ガンブレは忙しいんだから火力に集中させろとか言いたいわけではない。あくまでも理想値なので実戦ではここまでの差は出ない。それにナイトが MT で戦士が ST やってて火力で困ったことはない。むしろ両ジョブとも強力な範囲軽減を持っているので、ヒーラーの回復分が代わりに火力に変わるだろう。つまりこちら、かっこいいと思う武器のタンクジョブを選べばいいぞ。タンクの DPS 差ではレイドボスの残り HP が 0.1% で時間切れだったの、その 0.1% がどうこうなる差ではない。それくらいレイドボスの HP は高い。そんなの関係なく、タンクをやればモテるのではない、モテてしまうのが真のタンクだということだ。以上となる。このチャンネルではタンクに関する攻略動画や検証動画をカカッとアップしているので、ウルティマトゥーレでひっそりと幕を閉じることにならないようチャンネル登録をしておいてくれ。すでに登録済みの光の戦士は本能的に長寿タイプ。この動画がエオルゼアで光のタンクを目指す皆さんの参考になれば嬉しい。最後までご視聴ありがとう。それではまたな。